ルディの痩せるおやつトップ3お伝えしていきますね。今回はダイエット中でも美味しく食べれる和のおやつをカルディさんで選んできました。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録また LINE 登録していただきますととっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと私が実践しております腸活ダイエット、あなたも今すぐできる動画4本無料でプレゼントさせていただいておりますので、ぜひそちらの動画もお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目になります。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかということで、そのポイントをお伝えしたいと思います。あなたも今後おやつを購入する際にチェックリストとしてですね覚えていただきたいお話になりますよ。それは無添加であることがもう痩せるための大前提条件になります。例えばそのおやつを手に取った時にですね、原材料名を見ると調味料カッコアミノ酸などと書いてあったり、例えばその表紙のその部分に糖質オフとか糖質ゼロとかですね、またノンシュガーとかなのに甘いみたいなおやつは絶対ダメですよ。なぜかというと、いくらその痩せそうだなって思うようなおやつでも、その味付けにこういった調味料、要は化学調味料であったり人工甘味料であったりですね、そういったのが添加されているものを召し上がってしまうと根本的に痩せることができないからなんですよ。なぜかというと、こういったものを召し上がってしまわれるとあなたの腸内環境が乱れてしまうから、結果太る体質にもうどんどんね行ってしまうわけなんですよね。逆にこういったものを取らなければ腸内環境はいつでも元気で整っていて、あなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるそのこう善玉菌たちが増えてくれて、しかもその善玉菌たちがあなたにどんなことをしてくれるかというと、痩せるようなものを食べさせてくれるようになるんです。どういうことかというと、あなたの味覚を変えてくれることがねできるのが善玉菌たちなんですよね。なのであなたがもしどうしてこんなにもういけないって分かってるのについつい甘いもの食べちゃう、気づけば一袋完食みたいな、ないですか？以前私がそうだったので、もうすごくよく分かるんですよ。もうねそれはあなたが悪いんじゃなくって、あなたの腸内に住んでいるその痩せ菌ではなく、逆の悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌たちがですね、欲しい欲しいって命令するからあなたが食べちゃうんですよ。なので私たちは結果どういうことになってるかというと、自分で食べたいなと思っているわけではなく、腸内細菌たちの味覚に操られているっていうね、パペットみたいな、まあ、そういうね形になってくるわけですよ。なのでそこを無視しては絶対いけないんですよね。その時にいくらその痩せるなんとかバーとか出てますけども、そういったのを食べる時にこの味付けです、そこにこういったのが入ってないかなってね絶対確認していただきたいなって思うんです。はい、そしてプラスアルファの大事なお話になります。あなたがじゃあそうだ先生がそう言うなら無添加のものを探せばいいのねって思われた時に気をつけていただきたいことがあるんですよね。それは原材料名にわざわざ化学調味料なんて書いていませんし、まあ、いろんな添加物がある中でも私がもう本当ワースト1に選んでいいなって思うぐらいの悪い食べ物があります。それはトランス脂肪酸です。でこれもわざわざ原材料名のところにトランス脂肪酸を含むなんてね書いてないんですよ。全く書いていない。その代わりにどんなものにこれが含まれているかというのを一緒に見ていきたいと思います。こちらです。マーガリン、ショートニング、ファットスプレッドで、植物性油脂、これはあの食べる方の食ではなくあの植物の方ですね、のウェルト油脂、植物性油脂で、植物性食用油脂、加工油脂で、こちらは食べる方、食用の精製加工油脂、加工油、加工脂などと書いてあるこういったものにトランス脂肪酸が入ってしまっています。
ですからあなたが例えばそうですね、まあ、クッキーとか、まあ、そういった小麦系のお菓子に結構これ含まれているのが多いと思うんですけども、購入する際はもう必ずチェックしていただいて、こういった知らず知らずのうちにトランス脂肪酸などを取らないように気をつけていただきたいなと思ってこの動画でお伝えしています。では次の項目に移りましょうね。2つ目は何をということで、今回私が選んだカルリーさんでですねおすすめのダイエット向きの和のおやつ、まあ、トップ3ということで、ポイントはですね何を食べれば痩せることができるのかということで、1つ目のポイントは腸内環境を整えてくれる材料が使ってあるから、まあ、もちろん冒頭の無添加であるから、そしてプラスですねタンパク質も取れてしまうからなんですね。もちろん痩せるためにはもう前提は腸内環境が整っていることというのもあなたもね冒頭のお話でもお分かりですよね。ただしその時にタンパク質もないとねダメなんですよ。このタンパク質が不足してしまうと、まあ、そもそも腸の元であるですねその材料がタンパク質ですから、まあ、臓器も元気になりませんし、タンパク質が不足してしまうと筋肉の元ですからね、どんどん筋肉がもう細くなってしまってですね、そうするとあなたの代謝が落ちるわけです。で代謝が落ちてしまうとどんどん食べたものを燃やす力が落ちるわけですから、身についてしまうわけですよね。もう嫌ですよね、そんないらないって思いませんか。その時にあなたがしっかりとおやつを食べることでイコールこのタンパク質が取れたらいかがですか。筋肉や内臓臓器の材料になるタンパク質がここでしっかり取れれば、あなたはますます痩せ体質へとですね近づくことができるんですよ。ではお待たせいたしました。いよいよここから3つ目の項目、まあ、どのようなおやつなんでしょうかということで、今回はランキング形式でトップ3あなたにお伝えしていきたいと思います。まず第3位はこちらです。カルディさんで見つけました三温糖のきなこねじりになります。もうこれ名前見ただけでうわ美味しそうって思いませんか。もう私も和のスイーツ大好きなんですけども、特にきなこを使ったものは大好きなんです。でこちら原材料名はきなこ、もちろん国内産です、国内製造。そして水飴で、砂糖は三温糖を使ってくださってます、白砂糖でもありませんね。そして食用植物油脂、まあ、過去米油ということで、まあ、要は米油を使ってくださってます。たったのこれだけでできてるんですね。でこちらは、1袋あたり 150g 入っていまして、この中身ちょっとご一緒に見てみましょうか。私ですねこちらのフロム北海道って書く北海道からなんですよね。これはですね、なんと言ってもきな粉で主にできてますから、要は大豆なんですよね。で大豆っていうのはイソフラボンが豊富に含まれておりますから、私たち女性にとっては嬉しい成分になりますよね。なぜかというと女性ホルモンである代表的なエストロゲンの働きと似た働きをしてくれるのがこのねイソフラボンなんですよね。だってもう私もそうなんですけども、アラフォーですよ。そうするとその女性ホルモンがですねもうどん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 もう増えることなく一方的にまあ減っていくっていう、もうこれはねもう誰しも通る道ですよ。でもだからといってやっぱり諦めたくないですよね。脂肪燃焼効果をしてくれたりとかですよ、そういったコレステロール値もしっかりコントロールしてくれたり、もういろんないいことしてくれてるのにそれが減るわけですから、じゃあこういったおやつで補うことでそのエストロゲンもね作っちゃいましょうって、似た効果をね自分で食べて作るんですよ。ちょっと開けてみますねすいません開けにくい大丈夫。もうねあなたももし購入した際はですね、まずこの袋の香り嗅いでください。もうめっちゃくちゃ癒されますよ。優しいきな粉の香りと甘みなんですよ。で中はこういった形でちょっと袋を送りますね。見えますか？ 3-4cm ほど長さで 1cm 幅ぐらいのねじり棒なんですけども、ちょっといただきます。私よく噛まないと飲み込めないんですよ。
すいません、動画早送りした方がいいかもしれないあの、優しい、うん、もうね、これはね、美味しすぎて止まらないので、私は最初から1日1本って決めてます。実はじゃないと、きっとあなたもですね、何これ美味しいと思って、やっぱり手が伸びちゃうんですよね。私も最初ちょっと調子に乗ってですね、食べ過ぎちゃったぐらい美味しいので、やはりですね、いくら腸内環境を整えてくれて、タンパク質が豊富で、しかも無添加でもめちゃくちゃ一押しなんですけども、やはり炭水化物とかね、量はね多いですよね。なので食べ過ぎると太ってしまいますから、カロリーオーバーでなってしまうので、気をつけてくださいね。ではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。はい、化学調味料不使用のお魚とアーモンドになります。原材料名をチェックしましょう。アーモンド、片口いわし、もちろん国産です。そして砂糖ごま香辛料、たったこれだけでできています。でこの砂糖がちょっとね気になるところではありますけれども、3番目に書いてありますから、あの一番これが最初にね、砂糖とか書いてあるとお砂糖の量が多すぎて一押しできないんですけれども、3番目ですし、まあ、またその無添加であるから良いと思います。そしておすすめはこのお魚とアーモンドのこの組み合わせですよね。これ最強ですよね。ちょっと開けてみましょう。これはですね、1袋あたり 65g 入ってまして、1袋あたりエネルギーが 352kcal ですね。でタンパク質が豊富です。 24.4g 入っています。でこのアーモンドはやはり脂肪燃焼効果がすごく高いナッツになりますし、またビタミン、ミネラルも豊富だから、もう栄養がいっぱい入ってるんですよね。そこに加えてこの片口イワシ丸ごとですよ。カルシウムがいっぱい入ってますし、あの私の娘、まあ、一人娘がいるんですけれども、今高校2年生です。もう春から3年生になるんですが、その娘もこれ大好きで、私いつもあの娘がですね、塾に行く時は夜食といいますか、まあ、間食としていつもね、あの持たせているぐらい娘も好きですし、まあ、安心して食べさせることができるおやつになります。これはですね、あのこれなんていうんでしょう、このアーモンドとこのイワシの組み合わせって、こうなんでこんないい香りするんでしょうね。これもね、先ほどのあのきなこねじりと同様、やっぱ止まらないんですよね。一回食べ出しちゃうと。ちょっと見てみましょうね。結構ね大きめなんですよ、イワシも。ちょっとね一つつまんでみますけれども、よいしょ、これぐらい見えますか、大きい 3,4 センチぐらいの幅のイワシと、ちょっと食べてみますね。あとアーモンドはスライスで細切りカットです。うん、美味しいですね。もうこれも私ね、食べ過ぎちゃうんですよね、ついつい。なのでもう量を決めてます。もうお気に入りのちっちゃなあのウェッグのガラス瓶の入れ物にもう半分ぐらいも最初に入れて、もう用意しておくんですよ。でそれを食べたらもう今日おしまいって自分に言い聞かせてます。なのであなたもこちら、もう本当にあの腸内環境を整えてくれて、しかもタンパク質が豊富にカルシウムまで取れてしまうという一押しのおやつになりますので、ぜひ美味しく適量を召し上がってみてくださいね。ではいよいよここから第1位を発表します。第1位はこちらです。はい、パリポリッと焼き昆布チップスです。こちらは北海道産の天然昆布100% 使用してくださってるおやつになります。で原材料名はあの結構いろんなね、あのブレンドをされている味付けになってるんですけれども、もちろん化学調味料や合成保存料は不使用のチップスになっています。で昆布やかつおだし、昆布醤油で優しい味わいに焼き上げたスナック感覚の美味しい昆布ですということで、焼き上げてます。油で揚げていませんから安心してくださいね。じゃあちょっとチェックしましょうね。昆布、もちろんこれは北海道産、そして砂糖、昆布醤油ですよね。これは昆布醤油の中に濃口醤油と三温と醸造酢、
そして昆布だし、かつおだし、しいたけだし、オリゴ糖で醸造酢がまた来まして、酵母エキス、昆布だし、かつおだし、しいたけだし、もうだし尽くしですよね。ちょっと一緒に見ていきましょうね。食べていきましょう。これもですね、やはりこんなに手軽に海藻を取れるっていうのがすごいと思いませんか。なかなか先生、私海藻ね、なかなかね、普段も海藻サラダぐらいしか思いつかなくって、なかなかね取れること難しいんですよねという方もいらっしゃるんですけど、そんな時はサラダに限らず、いろんな海藻もお味噌汁とかですね、もう何でも入れていただいていいんですよってお伝えするんですけども、逆にこういうおやつになってたら手軽ですよね。ちょっと見ていきましょう、ね、本当に普通お出汁を取るような昆布のまま見えますか。こんなこれ1枚ですよ。ちょっと食べてみますね。美味しいです。もうね、すごく昆布が薄いんですよ。こんなに薄いのどうやってするんだろうっていうぐらい、よくこれ割れないなっていうぐらい薄くって、もう口入れたらもうポリポリパリポリで、ここに書いてある通りですね、もうパリポリ。これもねやばいですね、やめられない、止まらない味ですよ。もう美味しすぎて。ですからあなたも私と同じように、もう最初が食べる量を決めてですね、もうこのままきっと袋を持ってたらもう一袋簡単に完食しちゃいますよ。ただしこれ一袋ですね、100g、 内容量は 23g なんですけど、100g あたり結構カロリーあって 349kcal なんですよね。なので食べ過ぎは NG ですから気をつけてくださいね。はい、これをなぜ第1位に選んだかと言いますと、やはりこの昆布はですね、水溶性の食物繊維がもうめちゃくちゃ豊富に入ってるんですよね。そのことであなたの腸内にいる痩せ菌たちがもう一番好む餌としてもう大喜びなわけなんですよ。そうするとどんなことが起きるかと言いますと、あなたの腸内でどんどん痩せ菌たちが増えて元気になって、結果根本的な痩せ体質にあなたが生まれ変わることができるんですよ。なのでもうどうしてもダイエット中っておやつ我慢しますよね。あなたも頑張ってらっしゃるかもしれないんですけども、我慢しすぎても結局そのストレスになってしまっては、またその反動で太るものをね食べたくなってしまっては、もう元も子もないですよね。そんな時に今までご紹介したこのカルディさんで選んだおやつを上手に召し上がっていただきながらも、腸内環境を整えてしっかりタンパク質も摂っていただいて、健康的で綺麗に痩せるためにお役立ていただければもうとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。